皆さんこんにちは、ダイタラです。やっていきましょうか、マリオ&ルイージ RPG3 デラックスのクッパジュニア RPG ね。さて、前回イギーがね、またクッパ死人種のうちの一人イギーがやっと帰ってきました。今日はね、ついに二人目で、を探しに行きましょう。ルドウィックかな、多分ルドウィックはあっちだーってなんか言ったのでね、多分このエクボンの森にルドウィックがいるんでしょう。ではやっていきたいと思います。この黒いやつって名前なんだっけ。忍びによる黒い影、忍びくんこいつ。さて、敵の編成です。遠距離と突撃タイプがバランスよく言いますね。もう突撃オールでいいんじゃねえかなって感じですね。ちょっと組み合わせましょう。はい、ではね、オール突撃タイプでいきたいと思います。いきましょうか、バトルスタート。まあ、適正レベルぐらいでしょう、おそらく。ちょっとね、あのキャラクターによってはレベル低いんで、ね、ちょっとそこは辛いと思うんですけど、いきましょう。いくよーってね、意義が入ってないって前回作ったまあいいでしょう。何気合い、意義入れてもよかったな今の。これやらかしたな。まあまあ、ええでしょう、ええでしょう。よし、さあ、引き立たん、出た返り討ち。なんか最近返り討ちしてくるさ、敵めっちゃ増えたよね。ほらほらほら、3歩2人の技も嘘やん。それ打ち消しプラスダメージ、意外とダメージもでかいっていう。ちょ、こっちは打ち消し1体しかできないって、マジきつくねこれ。敵ずるい。何何、手裏剣ね、折り紙で作った手裏剣ですかね今の。待って待って待って、ほら1体しか打ち消せねえし、お前ら打ち消しってひたたた やりすぎやで、ほんまね。痛い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 。よし、3本いけ。あ、今度は発動できる。どら、あ、OK、失敗した今の。こんな時にもう敵のせいやぞ、お前らが。もうほんまな。でも圧倒してるわ、こっちのチーム。よく見たら、よく見たらめっちゃ圧倒してる。あ、オールね、誰もやられず勝てるかと思ったけど、そういうことはいかずって感じでね。え、大勝利、ええ感じやん。あの忍びのやつ仲間になってほしいな、こいつらね。虫はいらねえけど。さあ、いけみんな。さあ、クリクリちゃん、ドン、エクセレントワイヤー。うわっと、敵の数やばい。4体打ち消した、優秀優秀優秀。こうやって手裏剣ドーン、痛い。トゲゾウがレベル低いんだよな、地味に。こっちのチーム、ドキドキボックス、外れ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 。さて、命中率アップ、よしよし、全然問題ない。痛い。皆さんはね、なんか虫とかどうですか、大丈夫な人ですかね。僕は虫はダメです。あの、虫はね、ひっくり返して見る姿がダメですね、特に。皆さんもわかりますよね、そこは。うん、昔はほんとダンゴムシ触れたんだけどな、もう今無理だわ。想像するだけでちょっと、ふーってなる。鳥肌立っちゃうわ。ねえ、昔は俺もでも木登りしてね、セミ捕まえたりとかね、できたワンパク小僧だったんですけど、もうポケモンでいうワンパク、虫捕り少年な。今となってはねえ、ゲーマーやからただの、もうインドアオブインドアや。マジでねえ、必要最低限しか外出ないからね、みんな。よし、助っ人。うわ、テレサ来たで。え、飛行タイプが助っ人で来るってずるないか、それ。まずいまずいまずい、飛行タイプはやばいでしょ、敵の。これピンチ、ピンチオブザピンチやって。これラストだっけ、ここラスト。あ、ラスト試合だ。気合いしよう、気合い気合い気合い、みんな気合い。GDD 3歩ひたたた出してくれ。あかんかった。おっと、坊ちゃん、坊ちゃん強い、坊ちゃん強いよ。カメックでもいいよ。さあ、敵の何、ひたたた、ミキリ、キミリ、ミキリミリで、何光ったの向こう。あ、ミキリはよけるやつか、完全に。ずるいずるいずるい。よし、さあ、リーダーサブリーダー対決、最後の戦いです。まあ、勝ったでしょう、おそらくこれはね、問題なくいけそうです。えい、さあ、勝ちました。まずは1戦目。エクボンの森にルドウィック。ね、ちゃんといるかな、ほんと。クッパ死人衆はやっぱ全員揃ってこそだと俺思ってるから。よし。資金 M とかもらえた。ハッカー、そうだ、お前のダメ。ハックンだ、ハックン。ね、遠距離タイプ。尻尾ある敵を懲らしめるのが好きだっていう。へぇ。へぇってなる。よし。はい、次のコース。2つオープンしたね。敵が強いなぁ。よし、遠距離タイプ多いですね。編成しましょう。はい、では編成変えました。とりあえず遠距離タイプ が3体で、あとは222って感じですね。行ってみましょうか。ジュニアも遠距離にしました。行ってきまーす。まあ、なんとかなるでしょう、これでも。よし。行くぞー。でも今同時進行してるゲーム実況で、ちょうどクッパジュニアとかやっつけたからさ、なんとも言えないね。
マリオのゲームを2個ぐらいは同時進行してるから、もうクッパ軍団を7人衆倒すのは心が痛いわ、ほんま。こうやってクッパ軍団にはクッパ軍団の生活がありね、え俺たちには俺たちの生活がありってね何言ってるか分かんないけどね、えもうみんな生きてるんだから、なんか仲良くしろよってね話ですわ。要はね、皆さん仲良くしようよね、みんな。俺とだってこれ結構やばくねえか、今すげえ襲われてる、みんな痛い。サンボいいね、サンボめっちゃ頑張ってくれてるやん。いや、さて、おーっと2対3、おし2対2、結構ピンチですね。まあでも向こうがあの飛行タイプですので、こっちが遠距離タイプのキッパジュニアで、おせおせで、ウェイ、おせおせのおせでいきたいんですけど、あと一発、ナイス。さあ、ジュゲム撃破。さよなら。よし、ジュゲムの雲を乗りたいけど、俺高所恐怖症だから無理ですわ。ジュゲムが苦手なやついるかな、頑張ってみんな、ね。さあ、仲間にね、そういや前回最後にゲットしたハンマーブロス入れてるんですよ。で、ハンマーブロスゲットしたところでさ、あのところを2回ぐらいレベル上げ兼ねていったんですけど、ハンマーブロス1体しかゲットできてなくて、ね、初回の1回目しか、いやめっちゃ残念なんだけど、本当ハンマーブロスいっぱい入れたかったよね、パーティーにアイスブロスとかファイヤーブロスはね、めちゃめちゃいるのでね、いい感じなんですけど、いれこいつは強えな。クソ、ハンマーブロスひたたたさせろよ、そこは。じゃあカメック、カメックのひたたたそんな強いイメージ全くねえからな。まあまあ、ええですけど。よし。さて、ブロスやられて。よし、つきたい。さ、また2対2のリーダー対決。リーダー、サブリーダー対決。これちょっと大丈夫かな。打ち消しは絶対やりましょう、これ。で、回復もしくは回復ですね、これ。ジュニア大丈夫か、頑張って、ジュニア。ジュニア頑張って。ナイス、ナイスの連続攻撃はいいぞ、いいぞ。カメック頑張って、カメック。カメック頑張って、ナイス。これで勝ったでしょ、多分。うらえ、また、あと一発ずつ、あと一発ずつ、あと一発ずつ。ナイス、ご苦労さん。よし、結構危なかったな。さあ、ラスト。さあ、LP 全回復できました。うわ、でっけえ、でっけえクリちゃんいる。おわ、よし、 GGT 全開。3本の必殺技で全体ダメージ稼いでほしいな。さあ、イーギー消されて、ヘイちゃん消されて、みんな消される。3本も発動しない、これ。この感じ、定期の遺跡打ち消して、やばいな、これ。おーおー、ハックン、もう一回気合い行きましょう、これは。行くぞー、何？ドキドキボックス。変なの引け、変なの引け。命中率とかにしろ。うわー、回復はなしでしょう。ほぼ全開すんなよ、お前。GDD、ダイダラ最強。行け、3歩来た、勝った、よし。3歩で、今の 30% 全部削りました。いいでしょう。これ打ち消しを、なぜ俺押せなかったんだろう。お金？何それ、お金と回復。いた、よし、ハックの下座だ。えい。えい。何それ。わお、いいダメージ。グレート。よくわからんかった。手裏剣引けばエクセレントなのかな、あれって。いまいちわかんないっすね。さあ、もう下座打てない、みんな。これは、でも人数比的にはめっちゃ有利だよね、今回は。頑張ってんじゃん、みんな。さあ、てん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 。カバウ出た。うぜえ。さあ、坊ちゃん行ってきますよ。さあ、かばってるところ関係なく。殴ったれ、ほら。おいおい、かばい損ねてるぞ、おめえ。さあ、ディフェンスアップ。かばう強いんだよな、ほんと。ほら、クリティカル。あ、ハックンの攻撃、クリティカル。そうか、失敗ある敵に対して有効ってなんか書いてた気がする。ほら。ハックンにかかってる、全部。これは。パワーアップ、ふざけんな、ほら。ハックン、もっと手裏剣投げたて。ハックン、ドン。いいよ。痛い。ハックン、吹っ飛ぶね、かなり。さあ、これカバー終わりかな、そろそろ。よし、わお、ジュニアのとこまで来んのか、お前。打ち消せない、痛い。さあ、ハンマーブロスやられちゃって、これはナイス。ハックン、君をチームに迎え入れれて僕は嬉しい。ハックン、ありがとう。ハックン、ごっくん。よし、みんなレベルアップ。デカシッポクリボー、体は重いが力と体力なら負けない。え、これいいよね、ほんと。デカシッポクリボーは複数仲間に入れていいモンスターな感じがするね。
はい、では次行きましょうか。次がね、可愛い尻尾にご用心っていうコースで、多分尻尾付きなんですよ。尻尾ついてるね、テレサと尻尾のデカ尻尾なんで、まあ、ハックンは必須という感じなんですけど、敵の編成が飛行ばっかなのでね、まあ、遠距離中心のファイアブロス3体入れてきました。頑張っていきましょう。ファイアブロス3体って相当狂ってるぞ、これ。いや、ファイアブロスも、強いのよ、みんな。はしごのジーン。いや、マジで行くぜ、みんな。必殺技出しまくってくれ、みんな。ナイスクリティカル。来た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 、ファイヤーデストロイ。よし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 。そう、これなんだよ。強えんだよ、めちゃめちゃ。ファイヤーデストロイ。ねえ、やっぱグループアタックは3体以上いるとね、もう、マジで威力やばいと思う。さあ、今回多分もうね、あと適当にやってても勝てるでしょう。ファイヤーブロスの必殺技が出ちゃったので。いや、ほんとそれぐらい強いんだって。痛い、ファイアブロスやられた。ナイスー。さあ、あと1体。これ打ち消さんでええやろ、もう。めんどくせえし。でも、LP が余ってるか。まあいいや。さあ、とどめいけ。え、避けられた、ハックンの攻撃。でも、デカ尻尾でも攻撃力が高いね、やっぱ。なにこれ。いけー。よし。さあ、まずは勝ち。1戦目、楽勝でした。次。1戦目、2戦目がちょっと怖いのよ。リーダーが突撃タイプで、ジュニアが遠距離タイプなので、相性悪いんですよ、めちゃめちゃ。打ち消せ！びっくりした、今5体いたよね。尻尾テレサみたいなやつ。イェイ！クリティカル、クリティカル、テレサ苦手なんか、もしかして。まずいな、これ。兵法失敗やったかな、イルタン。さあ、誰か必殺技出してくれ。さあ、向こうの、何必殺技。キー、あ、いい。やべえよー、耐えてくれ、頼む、イギーデストロイ、いいぞ。7対3勝ってるね、全然。頼むぜ、みんな。おう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 、これちょっと不安ですね。1体ぐらいやっつけるかダメージ与えててほしいんですけど、あまりダメージが通ってなさそうなんですよね、これ。ハックン頑張って、ハックン頑張って、ハックン頑張って、ハックン、あとちょっとでもダメージ与えて、ハックン、ハックン、あと一発だけ、あと一発で許す。ダメだ、ハックン。さあ、ここですね、カメックにマジで頑張ってもらわなきゃいけない。ジュニアが結構きついので、打ち消し、これはさすがに。やめて。しかも、ダブルアタックが。これ、回復検討しましょう。あと一発くらったら回復します。ね。大丈夫だよ、一発ぐらい。ダメー。許してくれー。おやつかもーん。おいしいおやつの時間でーす。ドン。マイフ。よし。さあ、これで決めてくれんと、マジ負けるからな、ほんと。レー！ナイス！さあ、サブリーダーつけて、あとリーダーだけ。カメックを狙ってくれ、ほんと。カメック相性優秀やから。よし。さあ、勝った。よかった。いや、きついわ、これ。LP がちょっと不安ですね。今回長いので。さあ、デカシップグリボーがまた仲間になってね。さて、おーっと、オール飛んでるタイプ。これはいけるでしょう、打ち消し。6体打ち消したってそうそう見られへんやろ。すごい量だよね、打ち消し。4体打ち消し。ねえ。テレサが必殺技を。ハックンはやめて。いてー。よしよし。いけ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 。闇討ち、うわ、うざ。さあ、ジュニアが、いやー、行って結構効くんだよな。ジュニア防御力実はないのか、あまり。ねえ。まあ、でも、豆が使えないからさ、ジュニアには。わかるでしょ、みんな。ねえ。おお。おい。なんかこれ、サンダル。サンダルはダメ。よし。オッケー、ナイス。あと、本命だけ。ナイスナイス、手裏剣2連続強すぎる。ラスト。ね、ディフェンスチキンとかね、10個ぐらいくれねえから。うわー、どんどく、どんどくのやつだっけ、あれって。体調が悪いやつ、体調が悪いやつ。さあ、GDD。GDD で、かましてくれ。ハックン。ハックン。ハックン。手裏剣が強いんだよね。くそー。いきー、あはは、失敗した。たの、ファイアブロス、なんでカメックなんだよ。カメックの別にいらねえんだよ、おめの技弱えから。クソ、ファイアブロス全部やられたんじゃねえ、これマジで。なになになに、6対6か今。気合い。残りは打ち消ししましょうと思ったけど、打ち消せねえわ、溜まってねえな、もう。ハックンがマジか、やられた。ハックン大丈夫、生きてる。ジュニア、ジュニアのとこまで敵来てんだって、やばいやつしょ、マジでこれ。よし、
さあ、6体、あ、人数を勝ってんだ、6対3で。全然勝ってんじゃん。受け受け。あとはリーダーをみんなでやっつけて。ハックン、ハックン頑張って、ハックン頑張って。あと少しよ。ナイス。あと本命だけ。ハックン、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 神。終われ。ハックンかっこいいな。いいね。尻尾ある敵しかいなかったから今回めっちゃ天敵やったやろな、ほんと。よーし、じゃあみんなレベルアップ。デカ尻尾。ね、ヒコテルさ。ふー、さあ、じゃあ次が本命ですね。ボス戦です。レベル24。ちょっと高いな、これ。で、長いな。少しレベル上げ一回してきますね。よし、じゃあちょっとで、整えて、来ました。今から挑んでみましょうか。メンツこれでいこうと思います。ね、レベルも少し上げてきました。敵とこっちのレベル一緒なんですよね。果たして勝てるんでしょうか。シュッと強襲 SS カンパニーね。なんかね、めちゃめちゃ戦いづらいんだよ、最初ね。遠距離タイプ中心から、ね、突撃飛行の混合チーム。ねえ、などなどで、かなりね、戦いづらいんですけど、なんとか頑張ってもらいましょう。行きましょう。ルドウィック、仲間になってくれよ。頼むぞ、マジで。はい、イベント。ルドウィック、どこいるんだ？あいつらよりも先に見つけたいですしね。落ちてない、ルドウィック、どっかに。ねえ、埋まってない？あら、やだー！なんだ？見つかっちゃった。ちょっとちょっと、違うじゃん、ルドウィックじゃないじゃん。しぶとく生きてたので、でも一回ここでやっちゃうから。おい、ムチを応援よろしく。ムチンボだ、ムチムチ。懲りない奴ら、やっつけちゃいましょう。我ら、瞬殺カンパニー！瞬殺！さて、ムチオの中には誰か入ってるんでしょうか？あれ？ムチオ取ったのお腹痛い？スーリムは？いやな、何言ってるの？スーさんは今クッパチョ守ってるわ。そうか、ふっ。何撮ったの？お？ムチヨがムチムチしなくなり？うわぁ！やっぱり、ルドウィックが中に！あ、ルドウィック！ふん、さあお前が探していた、ルドウィックだ！とくと拝むがいい。な、なかなかの変装だったの？お前たち二人の動向を探っていたのさ。ムチヨがムチヨじゃなーい！お前たち三人の、SS カンパニーを一つずつ叩くためにルドウィックは森にいると嘘でこの森までおびき寄せたが、まさか坊ちゃんたちと出会うとは。すげえな、天はクッパ軍団に味方している。ムチオはムチムチムチとは罪。お前たちのそばに潜んでたおかげでいろんなことが分かった。な坊ちゃんを利用してサプリの材料を集めさせたり、サプリの力を使って軍団を操ったり、そしてゲラコビッツさえも裏切り、このキノコ王国の征服してしたくしまおうと企んでいたりな。言うなーって全部バレちゃったよ。はっ、夢中は夢中はどこにあったのよ。ああ、彼なら今頃ねえ、倉庫で眠ってんじゃないか。夢中をやっつけたんだ、ルドウィック。強いな。ねえ、さすがもの私もあの巨体とまともに戦う気はなかったからな。ああ、ちょっと小細工使わせてもらったよ。なになに、やっつけた、やっつけられたと思って。え？なんだよ、ルドウィック。わお！影分身の術！で、お前が今突き落としたのはルドウィック。人形ちゃんだ。なんだ人形って。そっくりだろ。本物の私より知的さは欠けるがな。お前を騙せよ、十分だったようだ。マグマに突き落としたんだ。やるじゃん。で、ボム兵のとこにいるんだ。見かけ倒しの巨体だったな。ムチムチムチヨでした。あそこのボム兵のとこ爆発しなかったっけ？さて、次はお嬢ちゃん君の番だ。何をかなぁ！坊ちゃん、今までお蕎麦を離れてしまってました。お許しを。坊ちゃんがお望みであれば、いくらでもきついお仕置きを受けます。ルドウィック、勝手にいなくなりやがって！許さないぞ！これからは絶対離れんだよ！この僕についてこい！はい。やばい、ちょっと泣きそうなるな、これ。あんた、坊ちゃんが許すって分かって。ふん、さあな。ルドウィック、さすがやないか。
コンバカンドもギタギタにしてやる。おいお嬢ちゃん、私は知ってるぞ、お前の秘密。何秘密って？ちょっとあんま怒らせたら、そのねえ、おちょぼぐっちゅうは生まれついたものじゃない。少しでも口が小さく見えるための なみがぐましい努力なのさ。本当はスイカを丸飲みできるほどのバカでかい口なんだよな。そうだろお嬢ちゃん。うっせんだよ、ペラペラ喋りやがって。そのてめえのそのベロ引っ張って真っ赤に焼けた石にしわりつけてやるわ。口悪。ちょっとやつは怒ると冷静さを失い行動パターンが限られるは今が我々の勝機だ。ルドイック仲間に欲しい人材ですね。有能ですね。行くぞみんな。でもルドイックはいないぞ。ここに磁石の陣育成。さてキーバッカーの遠距離タイプ軍団ですね。突撃タイプたちにみんなに頑張ってほしい。頼むぞみんな。今回突撃タイプ多めなので1戦目は多分楽勝に勝てると思います。ねえ、タイトリー最強クリティカルアタック。どや、ドキドキボックスやめろ。ふぅ、どんどく系がきついな。やっぱ硬すぎるやろ。さあディフェンスダウンは痛いぞ。よし、まず一体撃破。ユッキー、よし、やいいぞ。タイトリー、よし、いいにクリティカル。硬いなこいつら。いて、サンボちゃん大丈夫かな。ほら、いいね。さて息だけやられちゃったじゃんけ。まあなんとかなりそうですね、この辺は。よし、あと少し。だって、お、必殺技、いい、いい、いい、全然いい、全然ありのあり。切ろ、おら、さあ、サブリーダーやっつけて、アトリーはリーダーだけ、リーダーもやっつけて終わり。よし、1戦目勝利。でも1戦目は勝って当然。ね、今回突撃タイプ多めに編成してるので、1戦目遠距離タイプ中心の編成には勝って当然なんですよ。2戦目、3戦目、4戦目。マジできついと思います。頑張りましょう。特に2戦目が鬼門。頑張ってくれ、2戦目。マジで頑張ってくれ、みんな。俺が全部打ち消すから。打ち消せ。よし。頼むぞ。で、いいぞ、サンボ。敵が打ち消してこないのはマジでありがてえ。さあ、サンボアタックでかなり敵減らした。闇討ち、おい、いいよいいよ、全然あり、全然あり。クッパ様は最強やから効かへん、そんな技痛い。ちょっと効く。よし。さて、デカ尻尾、デカ尻尾タックル、マジ強え。いや、これ2戦目を勝ったな、もうこの時点で。おっと、サブリーダーつけて残り本体だけ。さて、遠距離タイプだからね、ファイアブロスがひたすら攻撃をかましてくれたら勝てる。終わり、よし、ナイスギー。さて、次次行くぞみんな。ここやな、ここも割ときつそう。遠距離タイプ多いからね。必殺技なんか出てくれ、頼むぞ。来た来た来た、デカ尻尾、デカ尻尾タックル。よし、でもデカ尻尾よりもできればブロスかね、サンボが。ファイアブロスかサンボあたりの必殺技が見たいとこ。やっべ、4体中1体しか打ち消せてないじゃんこれ。デカ尻尾ちゃんが痛い痛い、硬いな、デカシッポお前。カチカチやな。さあ、なんとか全然食らってないですね。よかったよかった。よし、打ち消し。カメックのなんか親戚みたいなやつ、変な顔してんな、ほんと。さあ、デカシッポタックル、強い。さあ、これで、ほら、サブリーダーやつけて、あと本体だけ。本体こいつ遠距離タイプだよね。だったらこれで終わるはず。あと一発。よーし、誰もかけることなく勝利。全然いけるじゃん、これ。経験値 15% アップ。さあ、ラスト。SS カンパニーの、ねえ、お嬢ちゃん、女の子、バトルでいきましょう。じゃあ、まずサクッと闇討ち。おっちゃん、行ってきますよ。消えろ。ほら、いいダメージ。で、カラーの、気合いくぜ。気合い込めてけ、GDD。敵の4体いるやつの引き方だけ、マジで警戒しましょう。うわー、返り討ち持ちか、こいつ、うぜえ。ほら、なんで返り討ちしねえんだよ、そこは。サンボひたたた出して、サンボ、あたし怒らせてますよ。ドキドキボックス、何全体ダメージちょっと強すぎやろそれ。は、強いよ、めっちゃ下手。ほーら、こんなのどう、何どんどく、ぜ、うわ、やば、体力アップ、全能力アップ、敵が強モンスター化になった、嘘やん。ねえ、いや、それきっつ、体力多すぎやろこれ。あ、でもやっつけた、ナイス、天才か、イギ。よし、さあ残りもうあと2人だけじゃん。これもう一発かませんな。さあ、必殺技、
やめて。うわ、全体アタック攻撃だる。命中率ダウン。まあ、とりあえず GDD。みんなアップ。ここでかまそう。はい、ヤブロス必殺技出させてくれ。くそ。あと一発ぐらい必殺技を。くそ、ファイアブロスやられたか。ナイスクリティカル。さあ、残り、あ、お嬢ちゃんだっけ。サンボー。アタック。あと少し、あと少し。決めて、決めて。勝つぞ、絶対。ルドイック頑張ってくれたんや。くそ。決めてくれ、みんな。ナイス。ジュニア。ドレイ。やっぱ最強だな、ジュニアは。いや、今回で経験値めっちゃ多いでしょ、これ。ね、な、ルドイックどこ行ったんだよ。よーし、どんなもんや。くー、あ、消えた、あいつ。逃げたぞ、あいつ。坊ちゃん、これを。何？なんだ、これ。奴らから奪っておいたものですよ。元がサプリによって奴らに操られることは私も知りました。この目覚めそうでサプリの効果を打ち消すのですよ。おーね。元に食わしてやんなきゃな。うん。さあ、目覚めそうを手に入れた。ね、これで元通りになるはず。本当かな？では参りましょう。ルドウィック。え、はい。なんだよ。僕絶対にみんなを探し出すぞ。分かってますよ。さあ行きましょう。ズツダレイクにクッパシティ人種がいるという情報を得た。いざズツダレイクへ。ね、湖ですね。いやー、よかった、ルドウィック帰ってきたわ。で、メンツがこれでまたね、強くなったで。よし、角アリヘイ、ルドウィック。レベル24ですね。有能、有能、有能。はい。さあ、とりあえず皆さん、じゃあ今回これで終わりましょうか。やっぱ過去にいたところに戻っていくって感じですね。ラリーとね、レミーが、ここにいますね。なんか兄弟みたいな感じで。次回ラミーレディ編でやっていきたいと思います。よし、じゃあ皆さん今回これで終わりましょうか。ルドイック帰ってきてね、マジでよかった、ほんと。このままね、全員取り返して仕返ししてやりましょう。また見てください。おつぽよ。